にちは。第73世竹野内ですね。竹内睦弘です。今日は第49代公認天皇について語ります。すごくかっこよく喋り出したんですが、公認天皇全然有名じゃないです。です。まずこの人はまず出世の見込みはないので、まあ奥さんがいい人のね、いいところ娘さんとかお金持ちの娘さんとかいいんですが、全く関係ないので、奥さん実は百済人です。朝鮮の方と結婚します。高野新笠という人で、だからもう出世なんかもう本当に関係ない。で、本名は白壁王と言います。白壁王、悪くはないと思うんですよ。僕は白壁好きですから、昔ビアンカハイツという アパートに住んでました。白い壁だからビアンカって名前らしいでしょ。ですが公認天皇、白壁だから公認なのかなっていう名前を付けたのかな、お見逃しねと思うんですが、この人、王子が山部親王、後の桓武天皇です。これも今の天皇家の、先祖です。で、また王子佐原親王という恨みを持つ廃太子、皇太子だったね、廃止されたとか、もう一人の王子も佐藤、親王といって、これも廃太子ということで、まあちょっと微妙な立場にある人なんですという公認天皇なんですが、まあ天皇になる予定がないから天皇になったというパターンの人は大体光っていう字がつくんです。なんで光をつけるのかよく分かりませんが、いいでしょう。左大臣は藤原長手、右大臣は君の真備です。で、その部下が白壁王、大納言です。官房長官になったんですが、その部下が、実は白壁王、つまり公認天皇なんですが、白壁王は毎日左大臣様おはようございます、右大臣様おはようございますって白壁王はみんなに挨拶してたわけですよ。向こう大臣ですから。で、白壁王はいつも挨拶してたんですが、この時そのメンツ的に一応大納言は白壁王は急になったんで、遺言同居は強引に、白壁王を大納言したんです。なんでかというと、同居は天智天皇の子孫って勝手に名乗り出して、そうでしょ、これ嘘ですよ、名乗り出したんで。で、この時にでも誰の子孫ですかって、天智天皇孫ということはどの王子の子孫ですかって言われた時、四季の王子だと言ったんです。これもパッとしない王子なんです。でもそのパッとしない王子の下にまたパッとしない王子がいて、白壁王だったんです。で、一応大納言に遊戯の同居の弟の遊戯の清人入ってます。遊戯の清人入ってます。まあ他に大中富の清丸、中富一族ですね、藤原と同じです。ね、三義には、糞屋の大市、糞屋の清見って言って、これが実はこの二人、実は天皇最高有力候補なんです。この二人、三義が糞屋の大市と糞屋の清見が最高有力候補、そんな中、まあ藤原義嗣もいますが、三義にで結局一番下の三義が藤原桃花なんですが、日本の朝廷って変わってるのは一番下から発言権があるんです。意外でしょ、上から言うイメージじゃないですか。でもこの時の朝廷は下から発言するんです。で、藤原桃花が入ってきて、三義の末席の男が入ってきて、一番下の席の男が入ってきて、勅命が下りました。一億です、遺言ですね。次の帝を一億預かりました。誰でしょうねって、白壁王もね、誰でしょう、右大臣はどう思います、それは文屋の大市さんだろうとか、左大臣さんはどう思います、それは文屋の清美さんだろう、そっかって、そのあたりに落ち着くんだなと思って、全員山積してるんですよ。
や、でも誰って時にちょっと白壁をもう誰かなるだろうなって、ふんやの王子さんかふんやの清美さんだろうなっていうのは、左大臣も右大臣も言ってるから多分それが固いだろうと思ってたら、僕は発表いたします。みことのりです。みことのりっていうのはみことののり、みことというのは神、のりというのは法律、絶対命令、それが勅命です。みことのり。次の帝は白壁を俺えっ誰なんでしょうね、誰なんでしょうねって聞いたら、俺白壁王様、いえ帝よ、こちらに玉座に座ってくださいって強引に玉座に連れてて、最末席にいる桃川が最高の玉座に座ってお座りくださいって、新天皇いやさかと宣言しました。この時第49代後任天皇は天皇となったんです。そんな異常事態が起こったんです。本人聞いてないし、なる予定も全くなかったんですよ。そんな後任天皇でした。ま、僕は嫌いじゃないです。治世時代何もやったことございません。ではまた。